もっと前に進みたいし、まだまだ俺だってハングリーな部分があるっていうのがあるんで、勝ちをもう一個重ねときたいなって思いました。3月に一度僕負けたんですよ。その時にもし現役をね続けるんだったら、もう全て変えないといけないなっていうのが頭の中に浮かんで、それで変われないんならもうやめたらいいんじゃないかなっていうのがあったんですよ。その時に構えももう逆にしてみよう。初めはかなりやりにくかったんですけど、やってるうちに少しずつ空が晴れてくるみたいな感じで、やりやすさが出てきて、今はもうこっちの方が全然やりやすいですね。9月に他団体でやらせてもらったんですけど、その時も打撃が得意な相手に対して自分の進化しているところが見せれたかなっていうのがありました。ただもうワンランク自分が強くなっているっていうところを見せきれなかったんで、まあ、勝ってよしじゃなくて、もう一試合してそこはやっぱりけじめつけたいっていうのがあったんで、今日はパンチはかなりあるなっていう、危ない打撃持ってる選手だなっていうのを感じますね。でも僕から見たらその武器あったところでっていう感じなんですよ。まだつく穴がいくらでもあるんで、そのパンチがある方が僕はやりやすいですね。しっかり交換した中で相手を消耗させていって、まあ、2ラウンドには終わらせたいなっていう。3ラウンドいらないんじゃないかなって僕は思ってます。상대영상을좀봤는데상대방이되게상대랑이고그리고그라운드가베이스인잘하는선수같습니다그래도제가이길거고챔피언전에할거니까챔피언도열심히준비하고마음단단히먹었으면좋겠습니다안내技だった안내技で打撃やったら打撃で最後フィニッシュやってくれると思います。僕は一発で倒すということは多分ないと思うんですけど、多分僕は競り勝つ、はい、そんな展開になると思います。とりあえずやる側に回れ、勝て。僕も若くないんで、まあ、もらえるチャンスはどん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 もう何でも欲しいんで、今回しっかり勝って、で来年タイミング見てタイトル挑戦できたらいいですね。でそこでベルトもらってグラディエーターのチャンピオンという肩書きも一つ自分の中に欲しいなと思ってます。今の僕の良さっていうのは全て詰まった総合格闘技を見せれることだと思うんで、しっかり攻め切って、まあ、相手の心を打って終わりたいと思います。はい。